読み間違えました。盾集団荒神の皆さん、本日は都民祭りのアトラクションで初めてお迎えする、集団でございます。盾集団荒神の皆さんの演技をこれから紹介させていただきます。揺るぎない基礎の上に最大限の感情を乗せて演じ、本物の戦いを表現するをテーマに日々鍛錬を積んでおります。まず盾について簡単に説明させていただきます。盾とは手足刀などのさまざまな武器を用いて現代劇時代劇の立ち回りを表現する日本の伝統的なアクションパフォーマンスです。我々は普段杉並区を中心に稽古しておりまして、杉並区以外のお祭りに初めて今日は参加させていただいております。まだまだ未熟者ですが、基礎を着実に積み重ね、盾といえば荒神と言われるように精進してまいりたいと思います。本日の舞台では本物の戦いの臨場感が少しでも伝われば幸いです。さあそれでは皆さん、ステージご注目いただきましょう。荒神です。皆さん、北区組祭り楽しんでますか？ハウスフルフィーリー北区組フェスティバル。私は前田裕樹と申します。 This is 裕樹前田。彼は高坂和弘。 My name is 和弘高坂。彼女は瀬戸優香。 This is 優香瀬戸。大谷一馬。一馬大谷。大場辰徳。辰徳大場。服部信孝。信孝服部。私たちは盾集団荒神と言います。 We are Samurai Group called 荒神。私たちは主に日本の伝統的な武器である刀などを使ったパフォーマンスをしております。今回使用する武器は懐に剣と書いて回転です。 The weapon we'll use today is a Japanese dagger. それでは早速回転を使った盾をお見せしたいと思います。 We are now going to show you some samurai battles. それでは参ります。 OK Let's go!
ンスは終了です。 And that's it for the performances。 それではこの後も北区区民祭りをお楽しみください。 Let's enjoy 北区区民フェスティバル。ありがとうございました。以上荒上でした。どうもありがとうございました。ゆうき、たかひろ、ゆうか、たつのり、のぶたか、かずま、以上6名でお届けいたしました。ありがとうございます。風を切るような緊張感、生徒同のコミュニケーション、やっている内容と素顔に戻った6名の雰囲気はまた変わっていてよかったですよね。ありがとうございます。戦う人、殺人と書いて盾、荒上の皆さんでした。ありがとうございます。さてプログラムは引き続きまして、今度は日本舞踊でお届けします。いや、盆踊りでした、失礼いたしました。プログラム3番、十条目こぶ。